どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。はい、本日はですね、ちょっとお知らせの動画になります。ガズレレっていろんなことすごいやってるんで、たまにはね、1週間に1遍とか2週間に1遍ぐらい、ガズレレ今こんなことになってますみたいな感じのね、シェアする動画をこれからちょっと撮っていこうかなと思っているんですけど、今回はですね、このガズクラブ、いつもガズが YouTube 動画の中でガズクラブやってますとか言ってるじゃないですか。これって、皆さん見ていただいてると思うんですけど、ガズクラブって一体どんなことやってんのっていう声がちょっと聞こえてくるような気がしますので、今日はガズクラブの全貌をですね、ここで皆さんにシェアしたいと思います。そしてもしかしてね、この動画初めて見てくださった方はですね、ウクレレやって、僕ね、わかりやすくもう誰でも弾けるようにレッスン動画出してるんですよ。もし興味ある方はウクレレここにリンク貼っとくんで始めてください。はい、じゃあガズクラブご紹介しましょう。今回はなんと図解で表しましたんでわかりやすいですよ。はい、こんな感じです。ドーン、ガズクラブ、ガズクラブでございます。すごいでしょこれ、色鉛筆で描きました。はい。ガズクラブはですね、この図解にするとすごい分かりやすいなと思いました。まずね、メインコンテンツはこれです。ガズレレホームページの中に、ガズクラブっていうね、ページがあってですね、で、メンバーになってもらうとですね、あ、そうだ、メンバーになってもらうって話からしないといけないな。このガズクラブっていうのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、ガズが日々 YouTube でアップロードしている曲、ノートの楽、今日見せるとね、こんな今日ノート持ってきたけど、もう22冊目ですよ。このノートをね、こうやって、動画の中でこうやって映して、皆さんにこれこんな感じでメモってくださいとか言ってこうやって映してるんですよ。このね、このそのものがですね、スキャンされて皆様のお手元に毎月5曲お好きな曲を選んでいただいてダウンロードで聴いて、どんどん練習できるよという、それがメインコンテンツになっております。そしてこれね、今伝えたいのは、例えば今日ね、アップロードした曲も、早い時は本日中にもダウンロードできる。遅くとも明日とか明後日、2、3日中にはダウンロード可能になるということで、今皆さんはきっとご利用していただいているこういうね、本になるまでって、すごく1年ぐらい実はかかっちゃうんですよ。そのデザインするの、本にしたりするのに。だけどこのガズのノートの、このガズクラブを使うと、今日やった動画も明日明後日とか本日中に最短手に入るという、そのスピード感がすごくいいんですよ。で、毎月5曲好きなジャンルを、お選びいただけるということなんですけど、もうガズね、このガズクラブ内だけでもノート楽譜もうそろそろ1000曲に到達するぐらいのものすごいボリュームありますんで、もちろんでも僕の手書きですからね、これもちょっとよく見てもらうとですね、見て、まあ手書きですから、こんな感じで細かく書いてあったりするんですけど、このくるっと囲っているところを早く歌うとか、この点でリズムを測っているとか、いろいろ、まあこれ、こっちなんかもう、いろいろこんな風に、これ手書きならではのね、表記がいっぱいあって、かっこいいバージョンと簡単バージョンはこういう風にちょっと見づらいですけど、手書きなんでね。だけどこれでね、慣れてくるとね、あ、なるほどってわかると思います。ちなみに、リットミュージックとかから出てるこっちの方は、初心者バージョンだけなんで、まあ、これもね、もうご活用していただければいいと思うんですけど、ここにね、ガズはね、おすすめはこっちにね、かっこいいバージョン書き込んでいくっていうのをおすすめしてますけど、でもやっぱりこのガズのノートっていうのは今、ガズクラブだけでしかちょっと手に入らないものなので、それを毎月5曲、お好きな曲選んでいただけるっていうのがいいですよね。はい。これがメインコンテンツになります。はい。そして、あ、さっき660円、月660円って言ったんですけど、年会費割もありますんで、ちょっとご確認ください。はい。これがメインコンテンツですね。今言ったやつです。曲のダウンロード。このリストの中から、こう、毎月5曲選んでダウンロードしていただけますよ、ということです。あ、ちなみにですね、今のところ、カード決済のみになっておりますんで、ぜひ、すいません。そこら辺はご了承ください。よろしくお願いします。そして、ご注目は、こっからです。ご注目は。見てみて、この矢印。くるりんぱって書いてある。はい。こっちなんじゃなんじゃって言ってみると、ドーン、はい。Facebook ページがあるんです。これはですね、非公開です。このガズクラブメンバーになってくれた方だけが参加できる非公開の Facebook グループページがあります。で、そこのね、メインページ。そこ入るとこのメインページはちょっとね、立っちゃった。遠いから。はい。メインページに行くと、これ見て、ガズラジオって書いてある。これがですね、今熱いんです。毎朝7時にガズがラジオ配信、この Facebook の中でやってます。ちょっとどんな感じでやってるかシェアしようかと思って、今朝のね、ラジオ配信を今ここに取り出しております。こんな感じ。グッドモーニングとかで始まる。見て、皆さんこれコメントしていただいて、喋ってます。ラジー、11月21日土曜日、始めてまいりたいと思います。おはようございます。はいはい、こんな感じです。で、あ、今日もあったかい。そう。まあ、これでね、こんな感じで、まあ、毎朝7時から、20分か30分ぐらい、ガズラジオ、毎日放送してます。すごいでしょ。私、朝5時に起きてね、1時間ぐらいウォーキングして戻ってきて、これちょっとテンション高い時にガーッとこう喋って、まあ、
曲弾いたり、いろんなウクレレに関する役立つ情報とか、あとはもう本当にね、もういい話めちゃくちゃしますから、私は。はい。朝7時からもう清い時間を皆さんにこうシェアしようと思って、もう朝からすごく今聞いてくださって、これいいのはですね、今の画面見てくださったように、画面は一切動かないんですよ。だから皆さんね、朝ごはんの用意したりとか、お弁当の用意しながらとか、通勤途中にこう、イヤホンで聞いていただくとか、目をね、借りなくていいです。耳だけ借りればいいっていうことで、このガズラジ始めてみたんですけども、私も面白くなっちゃってガズラジやってたら、ぜひ皆さんこれ聞いてもらいたい。内容濃いですよ、すごく。はい。ぜひこれ、Facebook ページのラジオ放送聞いてくださいという話と、あとね、ここではね、ガズからのお知らせだとか、これイベントのインフォメーション、次イベントやります。ガズレレからのお知らせですね。あとこれみんなのね、ワクワクウクレレ、シェアみたいなのも、ここに貼ってもらったりすることができるということでございます。そしてですね、まだ続きがあります。あとここにもう一個あった。ガズがどんな質問にも答えますよということを定期的にやっております。まあ、いつでもやってるんですけど、ちょっとね、あれだ、最近、アップロードじゃねえよ。こんな感じで、皆さんのね、はい。ウクレレのことガズに何でも聞いてよってコメントのコーナーに、コメントに書いてねっていうことでコメントに書いていただいたのに僕が全部答えていくとかね、そういう結構こう接点があったりするんで、これもね、すごくご活用いただけると、思います。はい。そしてさっきのやつに戻って、ほ、見て、こう矢印がまたクルリンパがあるでしょ。ここからが面白いです。まずこっちのクルリンパ、クルリンパって言ってみると、はい。アイデア目安箱って書いてあります。これガズレレとかね、ガズクラブのことで、なんかこんな面白いアイデアあったよとか、こんなことやったら面白いんじゃないとか、まあもちろん実現しないかもしれないけど、みんなでそういう未来をね、こう、描いていこうぜみたいな、そんなことをこうね、ディスカッションするページがあったりとか、はい、次のクルリンパ。クルリンパ。はい。G Studio。このスタジオっていうのはですね、こっち見てもう一個のクルリンパを見ると G ステージってあります。これ両方ともこれ演奏動画をアップロードしていただける、ページなんですけど、こっちの G スタジオの方は、もう気軽にね、どんな方でも四つ引きでも何でもいいから、とにかく楽に、気軽に上げようぜっていう、スタジオに入ろうぜみたいな、そういうところの場所です。次のこの G ステージっていうのは、これちょっと特別な場所でございまして、曲をですね、丸暗記した人、要は、アンプって言うんですけど、曲を覚える、一曲覚えるのってすごくね、深くて大変で、しかもでもそここそ面白いところだとガズは思ってるんで、曲をな、覚えて、いつかここにアップロードしてくださいということで、ここにもね、結構投稿があるんですよ。これはね、やりがいありますよ。曲一曲覚えたらそこにロマンがすごく隠れてるんで。で、こういう感じで使い分けてるんです。だけど、普段はここでもう今日気になった曲をさっと弾いてみたとか、そんな感じでやって、これ二つアップロードできる場所があるのに加え、まだございます。こっちドーン、こっちはクルリンパじゃなかったみたいな。はい、イベント、祭りページ。これね。これはまあ皆さん読んで字のことです。今はもうクリスマスですよね。クリスマスに向けて、クリスマスにちなんだ曲だとか、クリスマスの格好したりとか、ちょっと前まではハロウィンだったんですよ。こうやって季節に応じて、こうやってどんどんこうテーマが変わるイベントお祭りページっていうのもありますんで、こっちは日々のね、日常。こっちはちょっとよそ行き用というか、ステージですからね。曲一曲覚えて、ちょっと真剣にやる。で、こっちはイベントなんで、その季節ならではのお楽しみをする。3箇所の、演奏動画を皆さんのね、アップロードできることがあるんで、で、インプットしたら今度ここでアウトプットするという感じで考えていただくのがいいかなと思います。それが一応このガズクラブの全貌プラス、まだすごいのがあるんですよ、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信イベント、これがタイトル長いでしょ。だから今ね、もうガズクラブの中でこう言ってます。ドン、ガズオン、ガズクラブオンラインライブ配信、長いからね、ガズオンということにしてます。この月2回行われているガズオンは、大体週末に1回、土日のうちの昼間に1回と、平日の夜8時から1回ということで、月に2回やってます。いや、これがですね、猛烈盛り上がるんですよね。オンラインで、ズームというアプリでやるんですけど、ほんと冗談抜きで、世界中からの参加があるんですよ。もう世界でもう一曲をみんなでね、こうオンラインで歌うとかも感激しますから。そしてね、いろんな毎回テーマを設けてて、課題曲がこうあるんで、皆さん事前にね、練習しておいてもらって、そこでみんなでドーンとやるんですけど、この体験したらね、もう、やばいですよ。本当に楽しいから。ぜひ皆さん、ガズクラブ、ガズオン、これ体験してほしいです。ちなみに次回のガズオンは、12月5日の土曜日、14時からなんですけど、今度はね、洋楽。
簡単な洋楽でこうセットして皆さんちょっと今練習しておいてね。これから曲を発表しようと思ってるところなんですけど、前回やったテーマがすごくて、ガズがモノマネしたくなる曲っていうやつでもうやばかったです。もう夜8時からの回だったんですけど、もうね、本当に悶絶爆笑の渦でございまして、もうね、みんなやばかったです。いや、そんな感じでね、もういろんなクラブ活動、このガズクラブって結構すごくないですか。もう本当にいろんなクラブ活動があってですね、俺こそよく言うのはね、大人のクラブ活動なんで、ぜひ皆さんこれ第3の居場所じゃないけど、そんな場所になってくれたらいいかなと思います。今このガズクラブメンバーどのくらいいらっしゃってくれるかというと、現在ね、600名から700名の間ぐらいですね。もう本当にね、こんなにたくさんの方にご活用いただいて、もう本当にね、ありがたいなと思ってます。まあ、まず楽譜のダウンロードだけでも月5曲だったらですね、やっぱ相当リーズナブルかなというふうに思うんでね、ぜひご検討ください。そしてなんとこのガズクラブに今度、ガズクラブのアプリがリリースされます。すごくないですか。アプリですよ。これどういうアプリかというと、皆さんがその月5曲、こっちでダウンロードしてたやつをですね、管理に結構困るよっていう声もいただいてて、そこでですね、そのアプリ内でそのダウンロードした楽譜の管理ができるようにするとか、そこでガズ、朝のガズのラジオ配信、ガズラジが聞けるようにするとか、あとここの一番ビッグ目玉はですね、メンバーズカードがそのアプリ内に発行されてて、じゃーんって、これが目に入らぬ感じじゃないけど、メンバーズカードがこのアプリを通して皆様に発行されるということでございます。そしたらこのメンバーズカードをね、ほんとこれからね、いろんなこと収まってきた時に、リアルイベントが始まった時に、メンバーズカードを表記していただいて、なんか割引があるとか、なんかプレゼントがあるとか、そういうところにもね、いずれ使っていけると思うんですけど、やっぱでもメンバーズカードあるちょっと嬉しいじゃないですか。なので、アプリの、登場をお待ちください。11月末から12月頭ぐらいにこれもリリースされます。やったー。はい、じゃあそういうわけで今日はね、そのガズクラブって一体どんなことやってんのっていう謎にちょっと迫ってみましたんですけど、もう整理しますよ。はい、ガズクラブあります。はい、2つ大まかにあって、1個のこのメインコンテンツはガズレレホームページからこのガズクラブの中に入っていただいて、曲のね、ガズのノート楽譜の曲ダウンロード毎月5曲でいきます。これ追加もできるよということで、はい、このリストもそろそろ1000曲に近づいてきましたということでございます。そしてクルリンパートナーって Facebook ページがあって、このメインページでは朝ガズがラジオ配信してたり、いろんな質問に答えたり、いろんなニュースだとか、皆さんのワクワクシェアをここに貼ってもらって、あとこっちのクルリンパは、はい、アイデアを出してもらう、面白い、これからワクワクするアイデア出してね、ここでワイワイ騒いでディスカッションしよう、あとこっちの G スタジオは気楽に、もうどんな人でもいいから、もう楽にアップロードして演奏していこうぜ、こっちは G ステージ、これは曲を覚えてちょっと真剣に取り組んだ人がこうね、晴れの舞台としてこっちでやってください。そしてここはですね、ちょっと短くなっちゃった、はい、イベント祭りイベントページ、これ今クリスマスイベント開催中という、こんなところにプラス、ガズオンですね、月2回のガズオン、毎回テーマを変えて、世界中の方とオンライン上でセッションする、こちらがガズクラブの全貌でございました。これはですね、ぜひ皆さんご検討ください。あ、そしてさっきもちょっとお知らせしたんですけど、このリットミュージック社から出てるこの3冊のね、本がですね、これすごいですよね、信号機みたいになってますけど、赤緑、黄色で、はい。この本がもう3冊累計で、もうそろそろ10万部という驚異の売り上げになりましてですね。いやー、これは本当にご活用していただいて嬉しいなと思う。本当にこれ多くの人に手に取っていただいて、ウクレレを気軽にね、音楽を生活の中の一部にということで、私も考えて作って、リットミュージックさんと作った本なんでね、もう本当にこういう存在になって嬉しいです。で、ちなみに次回作もね、来年、もうリリース、きっとできるんじゃないかなということで、ちょっとそろそろまた次の計画が始まりそうだぞということですね。あと、こんな感じでガズレレってね、もうどんどんこれからもね、新しい、ね、ビッグニュースがね、どんどん出るんですよ。なので、まあ1週間とか2週間に一遍ぐらい、こういう今ガズレレではこんなことなってますみたいな、そんなお知らせもこのガズレレ YouTube でシェアしていければなというふうに思ってますんで、また見てくださいね。そしてこの間もね、これいいですよ、これガズの初めてウクレレ、もうつい、いつだっけな、今週の頭にリリースされたこのガズの初めてウクレレ、これ初心者様にぴったりのリーズナブルで弾きやすい、ほんまにいいウクレレなんですよ。これ僕もね、こう弾いてるうちすごくこう慣れてきてね、なんかいい子になってます。もちろんですね、ここにはちょっと映ってるかな、このガズのわがままウクレレの方がもうはるかに、もうなんつうのか、シルキーでとろけるような音色なんですけど、これはこれでちょっとやんちゃなね、感じで、まあいろいろ違うスタイルで
楽しんでいただけると思いますんで、これのね、そうだ、試奏したいろんな曲弾いてみたっていう動画まだチェックしてない方見といてください。これですごく面白いんで、はい、これにシェアしておきます。さあ、そういうわけで本日はガズクラブの全貌をですね、まあ大公開したわけでございますけれども、ぜひご検討いただければと思います。あ、いつものことですけど、ガズレレグッズもうたくさんあります。あ、そうだ、お知らせしてなかった、ガズレレの黒いリュックサックあったじゃないですか、完売しました。皆さんありがとうございます。ちょっと次のね、販売予定ちょっと今立ってないんで、また新しい動きが出たらまたこんな感じでシェアしていこうと思います。あと T シャツとかね、キャップとかね、もういろんなグッズあるんで、ガズレレホームページもちろんここでチェックしておいてください。それで今日からさ、3連休ということで、本当秋の行楽日和で天気もいいし、お出かけしたいけれども、コロちゃんがね、ちょっとね、コロちゃんがコロコロしてますんでね、まあまあいろいろ本当手洗いうがいガズレレでこう乗り切っていただいて、秋の夜長ウクレレでしっとりこう自分で奏でる音楽を楽しんでもらう、これが素敵だと思います。そしてこのね、自分でやる楽しさを満喫していただいたらね、次はですね、このぜひとも周りの方にこの楽しさシェアしてください。ウクレレでね、弾くとね楽しいよって感じでね、その時にこのガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう、楽しく音楽していこうぜ。バイバイ。